ブレーブスに連勝し、地区シリーズ進出を決め、祝勝会で喜ぶパドレスのダルビッシュ、左、イコールサンディエゴ、ゲッティイコール共同、サンディエゴ、米カリフォルニア州2日、日本時間3日イコール3タユイキ、米大リーグのポストシーズン、PS は、各地で3回戦制のワイルドカードシリーズ第2戦が行われ、ダルビッシュ有投手、38、松井裕樹投手、28、要するパドレスがブレーブスを5から4で下し、2連勝で勝ち上がった。5日、同6日からの地区シリーズ、5回戦制で、大谷翔平投手、30、山本由伸投手、26、のドジャースと対戦。第2戦には、ダルビッシュと山本が先発する見通しで、PS 史上初の日本選手による投げ合いが実現しそうだ。熱いコールがスタジアムに響き渡る。ビート LA、ドジャースを倒せ。パドレスが2連勝し、ドジャースの待つ地区シリーズに進出。5から4の9回。守護神スアレスが三者凡退に締めると、2004年にペトコパークが開場して、以来最多となる 47,705人の観衆から大合唱が沸き起こった。すごく嬉しいですね。サンディエゴのシティとしても、球団としても、LA、ドグンは大事な相手なので、勝てるように頑張りたいシャンパンファイトでビッシュを浴びた、ダルビッシュがファンの思いを代弁した。同じなリーグ西地区のドグンには、過去12年間で11度も地区優勝を奪われ、後塵を拝してきた。今季もシーズン最終盤の直接対決に先勝し、2ゲーム差に迫りながら、その後に連敗。目の前で優勝を決められた。ポストシーズンで勝ち上がって、雪辱の機会をつかもうと、前夜は3投手による完封リレー。この日は1点を追う2回、9番東岡のソロから6連打、5得点と打線が奮起した。4月14日にドジャースタジアムで対戦したダルビッシュ、手前と大谷ダルビッシュは2日間で登板はなく、体力温存して地区シリーズに進んだ。ローテーション通りなら6日、日本時間7日の第2戦で先発する予定。対するドグンは、山本の第2戦先発がこの日発表され、日本選手の投げ合いが実現すれば、ポストシーズンでは初となる。投げ合えるのであれば、しっかり楽しんでやりたいと意気込むダルビッシュは、以前から打倒ドジャースへの思いが強い。今年1月のサンケイスポーツのインタビューでは、大谷、山本がドグンに加入したことにすごくショックでしたね。ドジャースは強いチームなので、日本から来た選手みんなで力を合わせて勝てたらいいなと思っていたので、と落胆の色を隠さず、ドジャースの大谷君と対戦できる楽しみであったり、山本君との対戦であったり、今までよりも倒したいなっていう気持ちはありますよね、とさらに闘志をかき立てていた。ドグン戦には通算15試合登板し、5勝5敗、防御率 2.27、今季は3試合で1勝0敗、防御率 1.72 と好投した。大谷との対戦成績は5打数1安打で2奪三振。地区シリーズを見据え、大谷君だけでなくすごくいい打者が多い。しっかり勉強して臨みたいと気持ちを奮い立たせた。打率310。54本塁打、130打点、59盗塁の1番、大谷を封じることが勝利への鍵になる。2年前の再現なるか。22年にドグンとの地区シリーズ第2戦に先発し、6回途中、7安打3失点で勝利投手に。チームは初戦を落としたが、そこから3連勝した。今季、パグンは後半戦43勝20敗で、メジャー最高勝率683と勢いに乗っている。目指すは、球団史上初となるワールドシリーズ制覇。避けては通れない、青い壁に挑む。
一球速報へ試合日程へ、ダルビッシュの成績へ。